小雪さん自身がどんな人かなっていうのは、うんうん、あくまで生き量目線で見ている、はい、生き量目線という新しい見方、うん、生き量的な目線でこんな人じゃないかっていうのの、まあ、絵ですけれども、はい、基本的にはもうほんとずっとぐる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 仕事のことばっかりが渦巻いている人だったんで、すごいな、全部仕事だなと思ったんですね、うんうん、でもうちょっとよく見てみようと思ったんですけど、はい、僕こんなん書いて初めてだったんですけど、おそらくプライベートなのかお仕事でなのかよくわかんないんですけれども、うんうん、いろんな大変なことが折り重なっていった結果なのか、うん、個人的な感情みたいなのが結構ぶっ壊れてる人なんじゃないですか今スタッフが笑ってるのは心当たりがあると思う何も言わないですけどね、僕は、はい、もっと人間的なんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、ロボットみたいにぐっちゃぐちゃだったんでなんかすごい大変だったんだろうなと思いました。うん、泣けてくる、本当にそうかもしれません、僕は僕今日ね、まだ2回目なんでお会いするの。そうですね、はい、なんで、もちろん僕に心開くっていうのは全然まだかかると思うんですけど、うんうん、ただね、その気の知れてるはずのスタッフさんといる時でも結構閉ざしてるんだなというふうに思ったので、結構がっちり守りの固い人だなというふうに思ったんで、すごい、どんな人ですっていうのがちょっと一言で言い表せなかったです。すごい、モヤモヤって書かれてるもんね、これ。一番近い状態の人でマツコデラックスさん。へー、マツコさんはもう死んでました、本来の自分が。はあ、そうなんだ。もう空っぽの状態だったんで、うんうんうん、ご本人もそれ僕言ったんですけど、うんうん、もう本当その通りだと、うんうん、本当の、まあ、男のせいで生まれてきた自分っていうのは殺して、うん、キャラクターマツコデラックスとして生きてるから、ね、本来の私はもう数年前に死んでるわねっておっしゃってたんで、うんうん、もしかするともうすぐ本来の小焼さんは死ぬかもしれない。怖すぎる死ぬかもしれん、俺どうしよう、一回し死ぬわもうサムネ死にますって語れます数年後死にますってこれでも悲しい話なんですけど、うん、本来の自分をこうやって閉ざして何かできる人の方が人気出るんですよ。へえ、これ僕いろんな芸能人の人見てきましたけど、共通点ですね。あ、そうなんだ。俺はこう思ってんだよとか、自分の感情で人とぶつかってしまうっていう人よりも、一個そこベール包んで演じられる人の方が人気出るんで、だから爆発的な人気が出てるところには一旦は担ってるのかもしれないですね。なるほど、まあ、いいように言ったらそういう作用もあるよってことですよね。はい、なのでもうちょっとご自分を大切にしてください。その今ついてるお亡くなりになってる二人が、はい、いいか悪いかまだわからないですか。今いた方がいいよっていうものもあるじゃないですか、なんか守ってくれてる的な、はい、この二人については、はい、いていいことはないです。特に悪さはしてないけど、悪さはしてないですけれども、良い働きも何にもしてない。で、死者がついてると、これ悲しい話なんですけど、死者は絶対に生き返らないんですけど、はい、生きてる人は必ず死ぬので、この二人が並ぶと絶対に死の方に引っ張られるんですよ。なので死ぬっていう方向に、だからちゃんと死んじゃうかもしれないんで、ちゃんと死んじゃう死んで人格とかじゃなくて精神的にとかじゃなくて、もしかしても本当ちゃんと死んじゃう可能性があるんで、この2人ないですけど、できれば取った方がいいですね。大至急取りましょう。小ヤッキーさんはなぜ死者が2人ついてしまってるのかというと、今このモヤモヤ、いわゆる自我を極力抑えて、みんなが楽しんでくれる自分っていうのをやらなきゃとか、みんながどうやったらもっと喜んでくれるかなっていう、ちょっと隙間みたいのを自分で作る行為をおそらくしてしまっているせいで、死者が寄りつく暇ができてしまっている。ごま好き作ってたら3人4人と増えていく可能性ある死者が、うん、5人連れられたらまあポケモントレーナーぐらいだとピカチュウじゃないんですよイケジジーみたいな感じで右肩から発射すれば発射死んでんのにこんなに戦わされるんや